自力型が揃って1692メートル5周回で争われるチャレンジ決勝。そして後ろ攻め6番手が7番北海道の田原弘明。準決勝ではまくられ差し返す好気合を見せて連勝しました田原に、自力もあります3番の菅原洋介が預けていきます。7番3番北の2人がさあ上がっていく。田原弘明が1番の栗田のところまで行くのか、いや4番の田村に視線を送っているようだ。7番の田原は内側4番田村、ここに視線を送って3番手並走、2センターから4コーナーに向かっていきます。誘導からは少し離れている1番の栗田ですが、そこを今度は抑えていった7番の田原弘明です。ここで誘導員が降りました。赤番の周回に入って、まずは7番田原が先手、2番手3番の菅原洋介、この後ろに短期の滝野が続いて、そして4番の田村、インコースには1番の栗田、ここが並走となって2コーナーからバックストレッチ、後ろから4番田村上がっていく、合わせて踏み出す7番の田原だ。打賞が入って3コーナーから2センター、さあ田原と田村の踏み合いは、4番田村踏み勝ちましたが2番の柴田が離れている。残りは1周です。さあ田村優也先行ですが短期先行となっている。この後ろは 3,4 写真で7番の田原が追っている。それから3番の菅原、アウトコース1番栗田はいけない、栗田は後方交代だ。さあバックストレッチから3コーナー、逃げる4番田村、田村逃げている、3写真差がつまらない7番田原弘明、2センターから4コーナー、田村逃げる、田村逃げる、4コーナーまた差を詰めてくる7番の田原ですが、4番田村押し切った、これは強い。